栗太郎さん、ちょっと聞いてもいいですかなんだよ、改まって。山田異国ってあるじゃないですか。卑弥呼が住んでいた都って、どんなところだったんですかね。なんだ三尾は、山田異国に興味があるのか山田異国は、古代史最大のミステリーですよ。日本史を学ぶ上では、避けては通れませんよ。物知りな栗太郎さんに聞けば、 山大国のことがわかるかなと思って物知りな栗太郎さんそれいいねもっと言ってよ俺褒められて伸びるタイプだからただ邪馬台国の話は倭国対乱から話さねえといけねえから簡単じゃねえなそうですか栗太郎さんが説明できないって言うなら 密定の梨坂角蔵さんにでも聞いてみますおいおい、ちょっと待てよ分かったよ、三尾の頼みじゃしょうがねえな山大国の歴史について俺が調べた研究結果をわかりやすく説明してやるよよろしくお願いします皆さんこんにちは、三尾です古代史最大のミステリーと言われる 山大国について解説していきたいと思います。本日の進め方ですが、1、小国の分立、2、山大国連合の2つのパートに分けて、現在、フリーランスの足軽としてご活躍中の栗太郎さんに分かりやすく説明してもらいます。まずはじめに、山大国がどのくらい昔の話なのか。 簡単に説明してお邪馬台国は今から約1800年前の弥生時代の話だ中国の三国志時代の歴史書魏志和人伝に出てくる女王卑弥呼の国のことだ三国志の時代って日本はまだ弥生時代だったんですか国の話は この時代の少し前から話した方がわかりやすいな。縄文時代から弥生時代になって、稲作の広がりとともに、狩猟社会から農耕社会に変わっていったんだ。結果、米を貯めておくことができるようになって、収穫の量によって貧富の差が生じ、食料を奪い合う時代になったんだ。 なんか戦国時代みたいですね弥生時代には縄文時代には見られなかった観光集落や金属製の武器も作られ力を持った集落は周辺の集落を統合して各地に国と呼ばれる政治的なまとまりができたんだ国ってこうしてできたんですか弥生時代中期には多くの副葬品を持つ亀缶が後期になると 大きな紛糾墓が出現するんだけども、こうしたものは、小国の王の墓だと考えられている。争いの中から、地域を束ねる支配者が現れたんですね。この小国分立の状況は、古代中国の歴史書にも書かれていて、前巻の歴史書、漢書、地理紙には、和人の社会は、百余国に分かれていて、落老軍に、 死者を送っていたと記述されているんだ。また、五官賞、東遺伝には、那国の死者が洛陽に赴いて、漢の和の名の国王院を授かったことが記録されているな。この国王院は、九州福岡の鹿の島で発見されているんだ。日本の国は、弥生時代から古代中国の王朝に死者を送っていたんですね。 小国の王たちは倭国での立場を優位にしようと漢に使者を送っていたのかもしれねえな大陸では漢が滅び魏呉蜀が並び立つ三国志の時代になると日本列島では倭国の大乱と呼ばれる大きな戦争が起こったんだまさに戦国の世ですね。この騒乱は なかなか収まらず邪馬台国の卑弥呼を女王とすることで連合国家ができて争いが収まったと「魏志倭人伝」に書かれている女王の登場ですねこの「魏志倭人伝」によると女王卑弥呼は239年に魏の皇帝に使者を送り 神偽和王の称号と金印を送られているんだ。卑弥呼は義の皇帝によって和国の王として認められたってことですね。邪馬台国は女王卑弥呼の呪術的な権威を背景に政治を行っていて、ある程度の統治組織や租税や刑罰の制度、一も開かれていたみてだな。卑弥呼の呪術的な権威って 何ですか卑弥呼は祈りを捧げたり占いをしていた巫女さんみてえな存在だったんじゃねえかと思うんだ卑弥呼は巫女ですか卑弥呼は当て字で本当はひ・み・こだったのかもしれねえな太陽に祈る巫女で卑弥呼ですかなんかアマテラス大神とダブりますね 魏志倭人伝には卑弥呼は晩年邪馬台国の南にあったクナ国と争って247年頃に亡くなったとされているその後男の王が邪馬台国を率いたけれどもうまく治まらず伊予と呼ばれる女王に代わってやっと国が治まったらしい邪馬台国は男の王では治まらないんですね 邪馬台国は266年に伊予と思われる女王が魏に代わって大陸を統一した真の都洛陽に使者を送ったという記録を最後にその後約150年間日本に関する記述は中国の歴史書から姿を消すことになるんだちょっとすいません栗太郎さんは邪馬台国について。 随分とお詳しいようですが、その所在については未だに結論が出ておらず、山和に求める機内説と九州北部に求める九州説があるんですが、栗太郎さんは山大和国はどこにあったと思いますか恐るべしなし坂。 格造まずはお前から答えろよ。最後までのご視聴ありがとうございました。歴史を学ぶチャンネルでした。